秋葉賢也は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。学位は修士。厚生労働副大臣及び復興副大臣、総務大臣政務官、衆議院災害対策特別委員長、衆議院東日本大震災復興特別委員長、自由民主党副幹事長、自由民主党政務調査会副会長、自由民主党外交部会長、 自由民主党厚生労働部会長代理、自由民主党総務部会長代理、衆議院環境委員長、内閣総理大臣補佐官等を歴任、宮城県丸森町に生まれ育つ、宮城県角田高等学校を経て、1987年に中央大学法学部卒業、中央大学在学中は自立学会幹事長を務めた、1988年、 宮城県出身者では初めて松下政形塾に入塾。同期生には松野博和、市村孝一郎、本田平直らがいた。小野寺逸則、村井義弘は後輩になる。1995年、宮城県議会議員選挙に初出馬し、初当選。東北大学大学院法学研究科博士前期、家庭に進学し、1998年に終止を。 取得。引き続き同博士後期課程に進級し5年間在学するも、単位取得満期退学。1999年、2003年の改選では、いずれもトップ当選し、3期連続当選。2003年、宮城肉選出の鎌田さゆりが、公職選挙法違反による、連座性の選挙違反事件を受けて失職。自由民主党が実施した。 補欠選挙の候補者候補に応募し合格したため、宮城県議会議員辞職。2005年に実施された、補欠選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。同年の、第44回衆議院議員総選挙でも宮城に行区から、出馬し、再選。2007年、安倍改造内閣で、総務大臣政務官に任命され、福田康夫内閣まで務める。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙で3選。2012年の第46回衆議院議員総選挙で4選。同年発足した第二次、安倍内閣で厚生労働副大臣権復興副大臣に就任厚生行政を担当した2013年10月15日、衆議院東日本大震災復興特別委員長に就任。 自由民主党組織運動本部地方組織議員総局長2014年の第47回衆議院議員総選挙では全国に先駆けて野党の選挙区調整が行われ全国でも注目選挙区となるが5期連続当選する自由民主党外交部会長に就任 H 就任を2016年9月衆議院災害対策特別委員長に就任 自由民主党政務調査副会長。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、野党共闘の無所属候補であった、鎌田さゆりとの1対1の戦いに勝利し、6戦。同年末、ぬかがはに入会。2018年10月、衆議院環境委員長に就任。2019年9月11日、内閣総理大臣補佐官に就任。 2020年9月16日退任。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で、前回1316票差で勝利した鎌田に571票差で、敗れたものの、比例復活し7戦。衆議院、宮城肉補欠選挙に出馬した際、公約に、宮崎早ワールドの実現を掲げた。 宮城県出身でアニメ専門誌、さきアニメージュ旬の創刊者であり初代編集長の尾形秀吉と親しくなり、彼の紹介で、ただしや鈴木敏夫氏に直接は持て、構想を厚く語について、お説得するも同意には至らず春るど、建設の構想は宮城県議会議員時代から主張しており、2004年の宮城県議会定例会において、秋葉は、 まさにスタジオジブリは、第二のディズニーカンパニーと発言し、森のとジブリワールド、あるいは、縄文の森ジブリプレイスを、仙台港周辺に誘致する、ジブリワールド建設構想を披露した。衆議院議員となってからも、この主張は変えていない。2017年には、KK ロングセラーズから、ジブリワールド構想を出版し、宮崎春の作品群をそれぞれアトラクション化すればこう。 楽しめるという具体的なテーマパーク像を産業連環表なども用いて熱論。2011年10月24日、東日本大震災復興特別委員会で復興庁設置法について質疑し、復興庁の役割が省庁間の調整、復興特区認定など限定的である点を批判した。また、復興庁の権限強化と本庁を仙台に設置する。 ことを求めた。2014年に発生した中国漁船産後、密漁問題について、担保金を引き上げ違法創業に対する罰則を強化するべきと、内閣官房長官、菅義偉に求めた。2015年3月31日、外交、経済連携本部長の江藤聖志郎と共に、内閣総理大臣、安倍晋三から、 中国が主導するアジアインフラ投資銀行に対する日本のスタンスを示すために、党内で議論を行うように指示を受け合同会議を開催し、6月3日に日本は参加判断を明確にせず、慎重な対応を求めるとする方針を決定した。6月5日には、ロイターのインタビューで、中国が拒否権を持ち、常設理事会が設置されずチェック機能が働かない。 状態の英部について、日本が参加することは120%あり得ない都市、アジア開発銀行との協調融資を通して、露骨な中国への利益誘導につながるような融資は、しないと発言した。ありがとうございます。